はい、どうも安尾と申します。さあ本日はですね、こちらの武器クローネンプライムのビルドをご紹介していこうかなと思います。まあ、最近はね、意図的に強力な武器をね、いくつかピックアップしてご紹介してきてると思うんですけれども、こちらの、クローネンプライムもめちゃんこ強いと、マーチファングというか総合的に見て1、2争うレベルの強さなんじゃないんでしょうかというぐらいね、ぶっ飛んだ武器となっております。まあ、クローネンプライムがねぶっ飛んでるっていうよりかは、やっぱりスタンスがものすごい強力でして、ソブリンアウトキャストっていうスタンスがものすごい強いんですよね。出たわ、これですこのスタンスが、ものすごい強いですね。というのも他のカテゴリーのスタンスだったら、まあ、大体ニュートラルコンボが火力出るようなものばっかりなんですけれども、このソブリンアウトキャストっていうのはですね、どのモーションを使っても強いんですよ。つまり扱いやすいってことですね。やっぱりニュートラルコンボってちょっと癖があるので、ま、慣れてなかった場合だったら使いにくく感じちゃうんですけれども、ま、このねソブリンアウトキャスト全身コンボもまず360度攻撃を、できるので、さらに手数もありますし、そこそこ倍率も高いっていうのもあるので、ま、使いやすいですよと。でさらにニュートラルコンボは他のスタンスのねいいところを混ぜ合わせたみたいなものなんですよね。まず手数が多いということで、これ何ヒットするんですか1コンボ終わるまでに、最初6ヒットした後3ヒットして、確定切断の4ヒット決めた後最後2ヒットですね。もう数えるのがめんどくさくなるぐらい、ヒット数があるということで、まずそこがね、強みですね。さらにコンボのモーションがそんな遅くないと、1コンボ終わるまでの時間っていうのがそんなに長くないっていうのもありますし、さらに、秒間の DPS で見たらこの倍率っていうのはものすごく高い設定をされておりますね。どうしてこうなった？マジファング。もちろんガードコンボも強くて、まず全身コンボの初段ですよね、そんなに倍率は高くないんですけれども、モーションとしてはトンファーをぶん投げて攻撃するんですが、前方方向にものすごい範囲を持ってるということなので使い勝手がいいですね。さらにニュートラルのガードコンボなんですけれども、まずこれモーションがものすごく早く終わって、時間計算でしたらめっちゃいいんですよね。でそこそこ倍率は高いんですけれども、最後の攻撃でちょっと吹き飛ばしてしまうよというものですね。でヘビーアタックなんですけれども、これ確定切断ですね。はい、そういうものも持ってるので、どっちのビルドを組んでも強いのかなと思われます。もちろんね、今回も CO ブラッドラッシュ軸でビルドをご紹介するんですが、一応ねステータスの方をご紹介していきましょうか。まずはクリティカル関係です。クリティカル確率が 22% の2倍となっております。 22% なので確定で赤クリまでは持ってきにくい数字となっておりますね。で次状態異常確率なんですけれども 34% と、正直今の近接は 20% ぐらいあれば十分なんですけれども、ただしこの武器になってくるとまた話は変わってくると。というのもさっきスタンスの説明でさらっと流したんですけれども、ニュートラルコンボの時の3段目で確定で切断が4発出るという性能を持ってるんですよね。もう正直ここだけ当てるだけでももう十分っちゃ十分なんですけれども、なのでぶっちゃけビルド組む時は属性持ったビルドでもバンバン切断を出していけるようなものなんですよね。なので状態上確率が高いっていうのは、まあ、ビルドの幅が広がるかなと思います。さらに基礎ダメージの部分で切断の割合が 80% もある武器となっております。なので状態異常を盛りつつ切断を出していくビルドでもそこそこ強いですし、切断のみを狙っていくビルドでも強いと思いますし、さらにヘビーアタックの部分で確定で切断が出るので、ヘビーアタック軸でも全然強いと思いますね。要するにこの武器ってビルドの幅がものすごい広い武器となっております。さあビルドなんだけど、こんな形になっております。まあ、いつもと特に変化はないですね。一応読み上げていきましょうか。 CO ブラッドラッシュ、バーサーカーにオルガンシャッター、グラディエーターマイト、プライムドリーチ、草に、サクリファイスのクリティカルモッドで、スタンスのところは先ほどのソブリンアウトキャストのモッドとなっております。
クマの方でなんかやってたら手に入りますね。毎回ねサクリファイスのスティールつけてるんですけれども、まあ、ここの部分に関しては正直対勢力モッドの方が火力出る形になりますね。ただ対勢力モッドになってくると、まあ、付け替えるのがめんどくさいからね、とりあえずサクリファイスのクリティカルつけてるよっていう形なんですけれども、まあ、もっと火力出したい方は、対勢力モッドの方がいいかなと思います。よし、じゃあリットヘビーガンナー180レベル20体で、いつも通り見ていきましょうか。まあリットヘビーガンナーなんでねすぐ倒せると思うんですけど、これで倒せると思うんですけれども、あ、余裕ですね。あの一応ねこれでも、スタンスの方だいぶ弱体化してるんですよね。前だったらもっと衝撃の、確定の状態異常とかも入ってたので若干弱くはなってるんですけれども、それでも十分強いですね。はい、あの衝撃付けにして敵をなんかよろめかせて戦うみたいなこともできたんですけど、それがちょっとできなくなったということですね。じゃあレイルジャックの敵で見ていきましょうか。180レベル、いやこいつらはさすがにねワンコンボ決めないと勝てえから無理だと思うんだけれども、綺麗にやってたいな。すげえ離れていくわ。まるで俺が臭いみたいな腫れ物扱いだこいつら。ひでえやつだな。今綺麗に当たんなかったけど、ん？今一瞬見た？ん？すげえ適当に当てたんだけど20も切断かかってたわ。マジファング何やそう、マジファングを流行らそうとしてんの？やめとけって、流行んねえから。じゃあこれさ2段目で倒せねえかな。いやさすがに無理か。1段目はやっぱ倍率低いからね、切断の火力そこまで高くないね。やっぱ3段目を綺麗に当てないと無理か。どう？あーやっぱ3段目だね。3段目の4発の確定切断で 200% の切断は強えわ。確定で4発も一応使用フレンズでも見ていく。これ1段目でも倒せんじゃないの？どう？はっ！